テレビのドッキリなどって正直何割やらせですか？だって。やらせはほとんどないんじゃないかな。基本的にマネージャーさんとか内容を知ってることは多いんじゃないかなと思うけど、はい。それをタレントは知らないことが多いんで、まあ僕はほとんど知らずに現場行ってるんで、はい。なんだろう。何が起きるかを知っててやったってことはないですけどね。うん。俺の見る限り。全部の番組を全部俺が出演してるわけでも出てるわけでもないから、まあまずないですよね、そんな。うん、ドッキリやりますよ、こんなことしますよ、お願いしますなんていう現場ほとんどないですけどね。みんな本当に必死に隠して、はい。そういうので気づいちゃうこととかあるんですね、途中で。あれ？となんかカメラついてんなとか気づいちゃうことあるんですね。うん。あとなんか怪しいな、普段と違うな、なんかあれこんなだったっけ、みんなスタッフみたいな、なんか俺にあんま近づいてこねえなとか、なんか打ち合わせした後ちょっとここでお待ちくださいとか言って待ってる時間長えなとか、ドッキリかなとか思って、ドッキリなのかこれって思って、どっちって思いながらやることはあるですね。そういうのを見てこう分かってたんじゃないのとか、やらせっていう人がいるのかなとか思いますけど。武井さんもヤンキーの喧嘩に巻き込まれるドッキリありましたね。あったよ。めちゃめちゃビビったよ。100人に対してハードル超えて逃げるやつ。なあ、あれ100人前から出てきて、いたー、かけろって言って、うわーって言って、うおーってなって、やべ、逃げなきゃと思って逃げたら、目の前にハードルあって、ハードル？と思って、ドッキリだって思ったけど、ドッキリかこれって思いながら、全力で走り出してって前にハードル置いてあるから、もう条件反射よ。条件反射で、こうやって飛んだわな。わーっつって、わーっつって。そしたらゴールテープみたいになったから、切ったらみんなに追い抜かれて、ドッキリですみたいな感じだったから、ドッキリなのつって。そらそうだね。ハードル置いてるあるわけないよね、街に。つって。そんなドッキリだったね。楽しいよ、ドッキリは。だから、ドッキリは本当、された側も楽しいし、なんかドッキリっぽいなと思って、なんだよ、これ。でも普通の仕事の可能性もあるから、ちゃんとやろうと思ってる時もあるし、それのドキドキも面白いしね。うん、